ちょっと皆さんいいですか？青森ナイチンゲールです。え、エロじゃん。チンゲ、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 やめて、チンゲ。おい、何やってんだ。先生、キータがいたずらしてきます。え、してないけど。ナイチンゲールって言わせたじゃん。え、それは何時何分何十秒何光マン、地球が何周した時、天文学的に太陽系が銀河の中を何周して何光年のスピードで走った時、銀河系が幾何学的な面でビッグバンから何光年経った時の位置かをゲーム理論で答えよう。ごめん、何でもない。ならいいよ。ゲームが大好きだ。そしてこいつは最強の母キイコ。いつも俺の邪魔をしてくる。やれじゃん、いつまでやめてんの。お外で遊んできなさい。外は寒いし嫌だよ。いい加減にしなさいよ。あらやだ、特別じゃない、行かなきゃ。そのことゲームの世界に入れたらな。ではゲームの世界に連れて行ってあげましょうか。え、お前誰？俺ちゃんはブラック、悪魔系 YouTuber です。トップ YouTuber を目指して動画投稿してます。あ、そうなの。では契約書にサインを。あ、はい。ディール。それでは天才小学生ヤネスケくんがもしもゲームの世界に行ったら撮影開始です。うわあ！え、ここはどこだ？ゲームの世界ですよ。ゲームの世界？本当に？もちろんです。ジー。なんだそいつ。助手のカメラちゃんです。撮影を手伝ってくれます。じー。俺ちゃんたちは撮影のためヤネスケくんの冒険についていきますよ。まあいいけど、それよりここ本当にゲームの世界なのか。あ、誰かいるぞ。すみません、ここってどこですか。あれ、本当だ、同じことしか話さない。ゲームの世界の住人ですから。本当にゲームの中に入ったのか。この RPG、 クリアするまでゲームの世界を楽しんじゃってください。よっしゃ、魔王の退治頑張るぞ。レベル上げ。やあ、さすがは天才小学生、楽勝ですね。じー。まだ序盤だし、モンスターも雑魚だね。どんどん倒してレベルアップしちゃいましょう。じ、言われなくても。はっ、なんだこの音。レベルアップですね。お、武器が強くなった。いい調子ですね。そろそろ最初のボスに挑戦できそうですよ。よっしゃ、やってやる。フラジャー。人参嫌いって言ったじゃんか。なんで混ぜるんだよ。あんた、いい加減食べなさいよ。待ちなさい。このままじゃやばい。何か道具は。なんだこれ、全部人参になってるじゃねえか。どうなってんだよ。どうしよう。あ、もらね。ああ。マッチョヤネスケ。あれ、ヤネちゃん今食べたわよね。え、それ人参よ。あれ、意外と美味しいぞ。やったわね、ヤネちゃん。食わず嫌いしてただけなのよ。やった、食べられるようになった。よかったわね、ヤネちゃん。私の食べ物返し。しゃあ、よくここまで来たな。俺様は魔王の腹心の部下、その名も…ヤネスケ君、素晴らしい強さです。
じい。この世界、楽しい。さあ、どんどんゲームを進めちゃいましょう。こうして俺は様々な困難を乗り越え、最後のラスボスまでたどり着いたのだった。魔王登場。ようやく魔王と戦うのか。頑張ってくださいね、ヤネスケ君。じい。ここまでいっぱい魔物を倒してレベルアップしたし、大丈夫だろう。よくここまで来たな、構造。うわ、でか。あの方が魔王みたいです。じい。お前では私に勝つことはできない。それはどうかな。俺の攻撃は。あれ、今度はこちらの番だ。ぐわー。どうした小僧、これで終わりか。こんなの勝てっこないよ。ではとどめだ。うわー。はあ、なんとか逃げ切れましたね。なんだあいつ、強すぎる。こんなの勝てるわけないよ。ブラック、あんなのチートだろ。カカカ。そういうゲームの設定なんじゃないですか。そんなわけないだろ。はあ、もう疲れた。うっ、すみません。はあ、ブラック、早くここから出してよ。誰も話してくれないしさ。それは無理です。は？魔王を倒さないと出られませんよ。契約書に書いてあったでしょ。そういえば。なんだ今の音。ヤネちゃん。お母さん。いい加減元の世界に戻りなさい。うわあ、なんでお母さんがここにいるの。お母さんも契約してくれたんです。じい。ヤネちゃんはどこ。ヤネちゃんはどこ。ヤネスケ君はゲームの世界の中です。俺ちゃんと契約すればキーコさんも行けますよ。よくわからないけど早くしなさい。ディール。まったく、こんな世界に引きこもってゲームばっかりしていい加減にしなさい。っていうか、さっきの爆発音は何なの。こんな世界があるからヤネちゃんが勉強しないんだと思って、手始めにモンスターの村を壊滅させただけよ。これならいける。お母さん、俺たちこの世界に閉じ込められたんだよ。なんですって。魔王を倒せば外に出られるんだ。倒すの手伝って。しょうがないわね。もうゲームはやらないって約束できる？うん。カカカ、ますます面白くなりそうです。じい。魔王に再挑戦。また来たのか。懲りない小僧だな。今度は負けないぞ。早く帰ってソレスノの録画見なくちゃ。そこの女、なかなかの実力者と見た。だが私にはかなわん。なかなかやるな。では私も本気を出そう。おりゃ負けないわよ。カッカッカ、いいですね。取れ高バッチリですよ。ちー。次の授業は国語か。うん、草。え、臭くね。ヤネスケも鳴らしたろ。してないよ、聞いただろ。おい、聞いた。先生見てたぞ。ヤネスケ臭いぞ。ヤネスケから匂うぞ。え、ヤネスケうぬるしてないよ。うぬるしてないよ。うぬるしてないよ。よし、野球するぞ。いくぞ。おりゃおりゃ。
あちゃー、これやっちゃったかな。ちょっと俺見てくるわ。ちょっとバット持っといて。すいません。ガラス割ったのお前か。おい、どうなった。あいつです。こら、僕じゃないです。バット持ってるからお前だろうが。本当に僕じゃないです。違いますって。おかしいだろお前、どうやって弁償するんじゃこれ。高橋さん、あれこれ、いやあれ、これってもしかして、はやちゃんからのラブレターだ。放課後に苗22度55分、整形43度10分の場所で待ってます。伝えたいことがあります。あやちゃんより。あ、この中だな。あれ、あやちゃんどこだろう。ヨネスケくん。あ、あやちゃん。ヨネスケくん。お前かよ、騙したな。あやちゃんだよ。ヨネスケくん好き。騙したな。待て。バカ、めちゃめちゃでかい落とし穴掘ったもんね。うわうわブラジル？ハッピー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 、みんなでメイクアグッドライフ。洗濯物みたいなワイナーハッテー。マッピーマッピー、息子で一儲け。お小遣いはなしのバッターハッテー。